はじめに、琵琶湖水系スポーツ大学に水色のユニフォームと手元のプログラム。まあ、今日も監督が言ってた通り、ほんまに2連敗してないので、まあ、3回目は負けられないので、まあ、もうここにおる選手しか、まあ、今日の試合の現状というのは変えられないので、まあ、しっかり気持ち込めて戦ってください。以上です。はい、まあ、さっきも言ったけど、こういう、シビラルゲーム、ほんまに重要な勝負のかかったゲームってなかなかできないと思うし、まあ、これがあと8試合これたちができるっていうことをポジティブに捉えて、その中でしっかり結果を残していく、まあ、それをすれば必ずサッカー選手としての価値っていうのは絶対上がっていくし、じゃあ代表選手に置き換えても、今のこの状況でプレッシャーなんてめちゃくちゃかかるよ。それでやってこそ、まあ、プロサッカー選手もしくはアマチュアでもトップに行ける選手やと思うから、まあ、こういうゲームしっかりと自分のプレーして、ただ、できることって限られてるから、めちゃめちゃ自分にできないプレーするんじゃなくて、自分にできるプレーを丁寧に、まあ、集中して、確実にやりきる、まあ、それだけだと思うから、あとはミスも絶対あるよ。それはもう全員でカバーし合って、あとは、消極的にならず、もう常に積極的にで先制点を取りに行くこと、全員で前から激しくに、ゴールに向かっていくこと、ほんまに90分通してやり続けること、で特に前半もいきたい、失点数前半も多いから、前半とかは、丁寧に戦うと。 OK、 じゃあ行きましょう。自分たちで強気に向かっていきましょう。全員で勝ちにさ、戦いましょう。よし、
ちょっと待って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 待チーム一つとなって絶対チームさんに達成するんで応援よろしくお願いします。